アーロン・ロジャース、アーロン・ロジャース、アーロン・チャールズ・ロージアズ、1983年12月2日イは、カリフォルニア州、チコ出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のグリーンベイ・パッカーズに所属している。ポジションは q b あだ名は、なが、アーロン・ロジャースであることから、A ロットである。チームメートが名付けた。MLB で活躍したアレックス・ロドリゲスと同じ。 あだ名である。2005年の NFL ドラフト1巡目全体24番目にグリーンベイパッカーズに指名された。カリフォルニア大学時代には数多くの記録を作っており、非インターセプト率は1.43%だった。2011年の第45回スーパーボールでは3本のタッチダウンパスを投げて MVP を獲得した。カリフォルニア州ビュート郡、チコ出身。 地元の高校に進学した。彼は2年間先発 QB として4,421ヤードを獲得、1試合に6タッチダウンを上げたり、パス、ラン合わせて440ヤードを獲得した試合もあった。高校卒業時には、ディビジョン1の大学からの誘いが、イリノイ大学からしかなく、彼はそれを断り地元のビュートジュニアカレッジに進学した。その年に、全米2位に、 ランクされる活躍を見せ、カリフォルニア大学のヘッドコーチ、ジェフテッドフォードの目に留まった。彼は2年新球児にカリフォルニア大学に転入した。シーズン5試合目から先発出場し、先発2試合目で全米ランキング3位の USC をオーバータイムでインサイトボールでバージニア工科大学を破った。この年彼は5試合で300ヤード以上を投げ、 ヒインターセプト率は1.43%、いずれも大学記録であった。3年次になった2004年には USC27 から23と、僅差で敗れた一杯のみでチームは全米ランキング4位でシーズンを終えた。彼は大学記録となるパス連続成功26回、1試合でのパス成功率85.3%、NCAA 記録となる1試合での パス連続成功23回、ランキング1位の USC 戦などの成績を残した。2年間で彼は、大学記録となる非インターセプト率1.95%の記録を作った。しかし、USC との試合では、残り時間1分47秒でタッチダウンを狙った、ものの3回のパス不成功及び q b サックを受けて、得点を上げることはできなかった。 テキサス大学にローズボールへの出場権を取られた。チームはテキサス工科大学とホリデーボールで対戦し31から45で敗れた。シーズン終了後彼は4年時は大学に残らず、アーリーエントリーの道を選んだ。2年間でパス5469ヤード、パス成功率63.8%、43タッチダウン、13インターセプト、 QB レーティング150.27と大活躍であった。2005年 NFL ドラフトで彼は早い順番での指名が予想され全体1位指名もあるのではと期待された。ドラフトでは全体1位指名権を持つサンフランシスコ 49ers が QB アレックス・スミスかロジャーのどちらかを指名すると見られていたがスミスが指名された。その後も 上位指名が予想されていたが指名されずに、全体24番目に、QB、ブレット・ファーブの後継候補を探していたパッカーズに指名された。上位指名が予想されていた、彼は会場に招待されていたが指名されるまでに4時間半にわたり、待つこととなった。彼は、全米ランキング1位の USC 相手に、パス23回連続成功の NCAA 記録を作っており、 三年時のレギュラーシーズンでパス成功率67.5%、2320ヤードを獲得、タッチダウンパス23回に対してインターセプトはわずか7回であった。彼の指名順位が24番目となってしまったことには、いくつもの事情があるが彼はこの年のドラフトで指名された QB としては2人目であった。2番目から23番目の指名権を持ったチームが、 QB よりも補強すべきポジションがあったことが影響している。彼の身長が6フィート2インチと QB としてはそれほど大きくなかったことも関係した。パッカーズに一巡目で指名された。彼はジェフテッドフォードの指導を受けた QB として、アキリ、スミス、トレント・ディルファー、ジョーイ・ハリントン、カイル・ボラーに次いで6人目のドラフト一巡指名を受けた QB となった。 8月に彼は5年間770万ドル、インセンティブで2450万ドルの契約を結んだ。2005年彼はブレッド・ファーブの控えとして4勝12敗で終わるシーズンを見守った。彼は勝敗の決まったニューオーリンズ・セインツ戦、ボルチモア・レイブンズ戦に登場しただけであった。2006年もファーブが現役を続行したため、 前年同様控え QB としての役割に終始した。11月19日のニューイングランドペートリオッツで負傷したファーブに代わって途中出場した彼は左足を負傷故障者リスト入りしシーズンを終えたが2007年シーズン開幕前に回復した。最終節でチームがシカゴベアーズに勝った後 NBC のインタビューに対してファーブは2007年も 現役続行することを明かし、ロジャースが先発 QB の座を得られるのはさらに延期された。オークランドレーガーズの WR ランディモスとのトレード要因として放出されるとの情報もあったが、WR モスはペイトリオッツへの移籍が決定し、ロジャースがトレードされることはなかった。2007年11月29日のサーズデイナイトゲームとなった。 ダラスカウボーイズ戦で負傷した q b ファーブの代わりに交代出場し18本のパスを成功させ201ヤードを獲得、インターセプト0、またプロイリアと初のタッチダウンパスを決めて交代57点を上げ、一時3点差まで詰め寄ったが3回サックされ、試合は27から37で敗れた。2008年3月4日にファーブが引退を発表し2008年シーズンから、 ロジャースが先発 QB に起用されることが決まった。ファーブはその後引退を撤回したがロジャースをエース QB にするというチームの針は変わらず、ファーブはその後ニューヨークジェッツにトレードされた。ランボーフィールドで行われた開幕戦のミネソタ・バイキングス戦に先発するとパスし投げ22回中18回成功178ヤードを 稼ぎ1タッチダウンパスを上げるとともにランでも1タッチダウン先発8試合を勝利で飾った。バッカーズでファーブ以外の QB が先発したのは1992年以来のことであった。シーズン終了時の成績はパス536回中341本を成功、成功率 63.6%4038 ヤード28タッチダウン。 13位インターセプト、q b レーティング93.8と NFC3 位の成績を残した。特に先発1年目での4000ユーズ突破は1999年の q b カートワーナー以来9年部の快挙であった。第2週のデトロイトライオンズ戦では328ヤードを投げて3タッチダウンパスを決めて、週間最優秀攻撃選手に選ばれた。 第4週のタンパベイバッカニアーズ戦で、デリック・ブルックスにインターセプトされるまで157回、連続インターセプトなしの記録を作った。これは、バートスターの294回、ファーブの163回に次ぐチーム史上3番目の記録であった。この試合で彼は肩を痛めたがプレーを続行し2週間後に行われたシアトルシーホークス戦でも元気な姿見せた。チームは、 接戦を落とし続け、終盤には6連敗を期するなど6勝10敗で終えた。同年10月31日に2014年までの6年間6500万ドルの契約を結んだ。2009年、NFC の10月の月間 MVP に選ばれる活躍を見せ、バートスターのチーム記録を塗り替える5試合連続 QB レーティング。 100を超える活躍を見せたが10月5日の試合では自己ベストとなる34ヤードを投げた者の,の8サックを浴びて破れるなど開幕からの8試合で37サックを浴びシーズン中リーグ最多の50サックを浴びた者の,の30タッチダウン7インターセプトの成績を上げてチームをプレーオフまで導いたアリゾナカージナルスとのワイルドカードプレイオフではオーバータイムに マイケル・アダムスのヒットでボールをファンブル。これをカルロス・ダンスビーにリカバー TD されて45から51と破れシーズンを終えた。この年プロボールに初めて選出された。2010年シーズンには開幕戦でエース・アール・ー・ライアン・グラント、その後デジャー・マイケル・フィンリー、LB ・ニック・バーネットら主力選手が多く離脱し、10月10日のワシントン・レッド・スキンズ戦、 12月12日のデトロイトライオンズ戦で脳震盪を起こし12月19日のニューイングランドペイトリオッツ戦を欠場した。レギュラーシーズン最後の大事な2試合となったニューヨークジャイアンツ戦では自己ベストの404ヤードを獲得 4PT パスを成功させ週間 MVP に選ばれた。そして最終週のシカゴベアーズ戦でも勝利を収めて10勝6敗で過労チームを 第6シードでプレイオフに進出させ12月から1月の NFC 月間 MVP に選ばれた。プレイオフではフィラデルフィアイーグルス戦で3タッチダウンパス、アトランタファルコンズ戦ではパス36回中31回成功、3タッチダウンパス、1タッチダウンランを上げて勝利した。シカゴベアーズとの NFC チャンピオンシップゲームでは244ヤードを投げてタッチダウンパスなし。 にインターセプトを喫したが、タッチダウンランを上げなど、チームをスーパーボールに導き、第45回スーパーボールでは、パス39本中24本を、成功、304ヤードを、獲得、3TD パスを決めパッカーズを14年ぶり4度目の優勝に導き、MVP に選ばれた。2011年、開幕戦から3試合連続 QB レーティング100。 以上の活躍を見せて、チームを3連勝に導き、9月の NFC 攻撃部門月間 MVP に選ばれる。チーム史上初の11連勝を記録し、その後連勝を13まで伸ばした。最終的にチームは、ディビジョナルプレイオフで、ニューヨークジャイアンツに敗れたものの、パス獲得ヤード4643、45td、q b レートでは、 NFL 新記録となる122.5を記録するなど大活躍しシーズン MVP を獲得。現役最高の QB の一人という名声を不動のものとした。特にパスしなげ502回、非インターセプト6回というインターセプト率の低さ1.19%は特筆すべき成績である。2012年オフェンスラインの崩壊や代替審判による 批判の声が多く上がった判定による、シアトルシーホークスへの敗戦など、開幕から5試合で参拝したが、第6週の試合では、6TD パスを投げる活躍を見せて、開幕から5連勝していた、ヒューストンテキサンズを破った。地区優勝したもののプレーオフ第2戦で、サンフランシスコ49ナズに敗れた。2013年11月4日のシカゴベアーズ戦で、 シェー・マ・クレリンにサックされた際、左鎖骨を骨折し、全治4週間から6週間の怪我を負った。最終戦で復帰して勝利し、チームをプレーオフに導いたが、第1戦でサンフランシスコ・フォーティーナイナーズに敗れた。2014年にはチームを地区優勝に導き、2度目のシーズン MVP を獲得するが、プレーオフ2戦目でシアトル・シー・ホークスに敗れた。 2015年はパス獲得ヤード3821に終わり、ロジャーズとしては不本意な成績に終わったが、チームはワイルドカードでプレーオフに進出した。プレーオフ2試合目でアリゾナカーディナルズに敗れた。12月3日のデトロイトライオンズでは終了間際に61ヤードのタッチダウンパスで逆転勝利に貢献した。2016年は 当初は毎シーズンの不調を引きずったが次第にペースを取り戻し、パス獲得ヤード4428を上げ、リーグ最高の 40TD を投じた。NFL には複数シーズンで40以上の TD を成功させた、q b は4人しかいない。チームは終盤に6連勝を挙げて、地区優勝を遂げた。年月日のミネソタバイキングス戦でのタックルを受けて、 右鎖骨を骨折し長期離脱となった。12月17日のカロライナ・パンサーズ戦で復帰できたが、チームは9年ぶりにプレーオフ進出を逃した。経歴にある通り、フォーティナイナーズは QB アレックス・スミスとロジャースのどちらかを指名すると見られており、ギリギリまで迷っていたと報道されている。バッカーズもロジャースとの面接は行っていたが、指名まで残っているとは予想しておらず。 パッカーズの GM テッド・トンプソンは直前になってロジャースが残っているかもしれないという情報を聞きテープを入念にチェックしたと語っている。ドラフト会場にはロジャース一家への同情の空気が満ちており、指名と同時に大歓声が上がった。またロジャースはパッカーズ入りを熱望しており、トンプソン GM との面接では指名権のトレードアップを申し出ていた。 強権で正確性のあるパスを投げる。非常に落ち着きがあり、レシーバーをしっかり見定めて、パスを投げる。走りながらのパスも正確であり、さらに自らの足でヤーテージを稼ぐこともできる。無理なパスをあまり投げないので、インターセプトが少ない。一人のレシーバーだけを、ロックオンということがなく、フィールド全体から、パスターゲットを探す視野の広さがある。 ファーブと共に練習を重ねたこともあり、パスのリリースポイントが一般的な QB より高いこともインターセプトの少なさに拍車をかけていると言える。彼の冷静なところは2010年度の初のプレイオフの試合などでも見ることができる。モバイル型というほどではないが、前述の通り QB としては非凡な走力を持っており、第3ダウンロング等、パスシチュエーションでは自らのスクランブルによる ファーストダウン獲得も目立つ。NFL における初先発試合最初のタッチダウンも、自らの乱によるものだった。ショートパスなど堅実で、リスクの少ないプレーに終始するタイプかと思われがちだが、決して安全運転というわけではなく、後期と見れば、ビッグプレーを狙うこともある。頭脳明晰、落ち着きがあり、非常に謙虚な人格者。 パッカーズ入団を喜ぶ姿勢を崩さなかった。リーダーシップもある。カリフォルニア州北部出身ということもあり、子供の頃の憧れは、キュービー・ジョー・モンタナ。彼の引退後は、キュービー・ファーブが好きだった。キュービー・モンタナの公認 QB、スティーブ・ヤングが、スーパーボールを制覇たように、彼もファーブ後のギガバイトにスーパーボールの栄冠を取り戻すことを夢見ていた。 QB に必要な資質として、チームリーダーとしての役割、精神面について答えている。弟のは、2013年4月、ドラフト外フリーエージェントで、ジャクソンビル・ジャガーズと契約を結んだ。2018年11月21日、故郷カリフォルニア州の森林火災の被災地に100万ドルを寄付すると発表した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。